ミートピア。ちょっと待ったー来たぞ。前回とんでもない難問をふっかけられたけど大丈夫かな。はい。あ、なんだ、もう面白くないね。それはね、できるから面白くない。というわけで本日も日課をこなしながら、いや、あら、あなたですか。雑魚的にあなたみたいな人を見たことがありますね。はい。本日も日課をやりながらね、今回はネオンシア8番街行きましょうか、いよいよね。さあ、まあ、そんな強い相手じゃないと思うんですけど、これ自体は。で、なんで、パーティーもね、ピコ太郎や十日さんなどが出勤しております。まあ、ティラは外せない状態。まあ、外せるんですけど、外す意味はあんまなかったというか、ソウルキャラがいないんですよ。僕の他にソウルがいれば入れ替えるわけにはなるんですけど、まあいないんで、というか作る必要がないというか、自分がじゃあソウルだったら他のソウルを作る必要ってないよな、みたいな。せいぜい言うんであれば、ティラが他の職を経験するとき、まあ実績とか埋めるときにね、その関係上、まあ使う可能性はあると。まあ僕出たよ、これ。てか、意外とキッカルバーガー動いてたな、さっき。だいぶ動いてたな。もう早速食事タイムですよ、皆さん。ピコ太郎どうする？よし、オッケー、それでいい。多分一番火力があるのも、一番回復力があるのも、一番耐久があるのも僕です。言っちゃうと悲しいけどな。それめっちゃ悲しいわ、言ってしまえば。はい、ピコ太郎っちが手助け。シャイニングどんぐらい出る？シャイニング！あー、なるほどね。リーヤ様いてやろうかったら吹き飛ばしてくれるから。で、再び動くんで、ここもシャイニングと。これダメだと思うよ。シャイニング。あ、行ったわ。いいケチり方だったね。あ、これは上機嫌はもしやだいぶ出るのでは、威力。上機嫌はだいぶ威力が出る可能性がありますね。シャイニングの威力を上げるためにね、ロアには引っ込んでもらいます。ロアは今日は、一回も戦闘をしておりませんが、そもそも。戦闘すらしていないんですけど。戦闘しているのは私だけなんですよ。このワンマンね、基本的にワンマンやめて。ピコ太郎どうすんの？あ、ピコ太郎ワンチャン攻撃してくれる説。頑張れピコ太郎。多いぞピコ太郎。頑張るじゃん。あ、トウカさんもこれで動けるね。トウカさん頼むで。発射準備！人を発射、人間逮捕、やっちゃダメなやつ。なん !?307 出た。いや、ダメだっつってんじゃん。それやるからいつもなんかパリンパリになるんだよ。オッケーオッケーオッケー、7型。よし、上機嫌。シャイニング。いざ予感。おっと、どっち？お！あれ、これだいぶ出んじゃん？シャイニング！あー！おー、完走！完走した！ダメージ、完走攻めさ。出た、完走した。そうか、完走するんだ、もう。これでカンストダメいったら999。マジか。カンストするんだ。まあ今から皆さん食事タイムですか、もしかして。あーあーあー、ひでえなこりゃ。ひでえなこりゃ。まあいいけどさ。まあいいんだけどさ。うん。そのバナナの HP 回復量を増やしたいからいいんだけど。食事タイムなのは。もういいわいいよ。俺に任せろ。任せろ。もう行くぜ。騎乗こぎせーのぜ。はい、999。めっちゃ出るやん。やばいやん。めっちゃ出るじゃん。これ、ソウルですよ。皆さん、信じられますか？これがソウルですよ。普通に行くとどうなるの？マイペース。おやおやおや、999確定ありがとうございます。はい、シャイニング、ドンカーン。それでいいのか、ソウルって。さあ、ネオンシア七番街。もう残すは二つになりましたね。攻略としては。七番街は確か、これ多分ね、会ったことないと思う。七番街のボスはですね、賢者です。まあ、簡単に言えば大賢者の、もともと大賢者ってストーリーでは戦わないじゃないですか。一応、なんか、没データみたいな感じなのかなってレベルですけど、ちゃんといます、データ上。簡単に言うと右手左手の合わせ技みたいな感じですね。はい、じゃあ開幕とりあえずね、非常呼吸から入ります。だから、珍しいよね、大賢者の時のいきなり本気から始まったからね。バリアー。ね、ストーリーでは、いきなり大賢者ね、本気から始まったんで。さあ、やっぱ6番ね。これ確か2回やよね、攻撃回数。
うん、2回なら大丈夫。1回1人下げるだけでなんとかなる。あとはエリちゃんがなんかバリア効果を持つ技を持ってるから、それをやってほしいんだけど、うん、通常攻撃です。うん、どうも輝かないね、君のやってることは。さすがに食らえない。さすがに食らうわけにはいかないんで、エリちゃんは下げます。HP デッドラインすぎるんで。で、次の攻撃がね、レーザーなはずなので、まあ、ここはバリアして、まあ、普通に様子見でいきましょう。アンナ手助け、でかい。戦士アンナが手伝うのはでかい。強いよ。アンナ、よーし。いいよ。リーダー様、フレームタワー。いやー、619。あ、危ね。そうか。ロックオンしてもすぐ撃つわけじゃないの。待って、今。ロックオンしてもすぐ撃つわけじゃないんだ、あいつ。賢くなってんね。ロックオンしたら次にさ、あの技飛んでくると思ったけど、撃たない場合があるんだ。賢っ。敵も賢くなってんじゃん。お、騎乗攻撃どういう感じ？普通に殴るんかい。あ、いや、撃ってたよね、今。どうしようかな。守りの振りかけ、逆にちょっと守りの振りかけしなかったらさ、どんぐらいで抑えれんの？ティラは一応、ドーピングにも余裕があるんで、ワンチャン耐える説あると思うんですよね。このまま受けてみましょう。バリア張らずに。一応検証材料としてはね、普通に必要かなと思うんで、ちょっと見ます。あえて食らってもいいように、ここはちょっとダメージ見ます。フレームタワー。うわー、600打点強い。なにー？あ、やべ！あ、あぶね！ギガエクスプロージョンみたいなの撃つんだ。ちょっとそれは知らなかった。今の結構やばかったね、あの魔法攻撃。エイちゃんどうする？あー、普通に行くのか。そこ回復行動取ってほしかったけど、エイちゃんには。よし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 、まあ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 、どうする？回復ターン、回復ターン。ここは普通にギガ級がオール、オールして、でロックオンが解けてるわけではない。でも今の技でさ100打点でしょ。これロックオンやばいか、もしかして。さすがにロックオンはやばいのか。さあ、その前に仕留めれるか、なんだったら。いやー、でも別に仕留めなくていいけどね、俺は。暗い見てみたいからね。いやー、全然ロックオンしてからあれやらないね。マジでしないじゃん。あ、したわ。217か。つまり、エリちゃんだったらやられてたか、今。多分今の魔法攻撃なんで、エリちゃんだったらやられてるな。森よ。あ、いいね、それ。MP 供給ができんのは強いよ。よしよし、それがあんのか。MP ふりかけを使わなくても、恵みさえ使、恵みと安全地帯を使えば、MP 供給ができるか。ギガキは、よし。毎回毎回僧侶回復は気を使います。私は。フレームタワー。恵み一発分、フレームタワー一発分か。まあでもその方がいいのかな。エリちゃんが通常攻撃するよりはって話は。あ、終わった。ちょっとロックオン攻撃、魔法攻撃は強いっすね。ネオンシティに行く前に、この旅人の街でクエストを受けます。お前なんか結構前にいた？うん、ずっと忙しくて。あー、どっか逃げちゃいたい。氷の大地っていいとこらしいね。CC よこ、そうです、CC よこせる。うん、あのね、氷の大地じゃないよ、君が行くのは。ネオンシティだよ。というわけでね、8番街の攻略にいよいよやってきました。ま、雑魚敵はめっちゃ強いんで。まあメンバーもね、こんな感じなんですけど、結局。結局こうなったよ。許してくれ。無理だ。無理だ。10日さんもしかも休んでたし。こうなっちゃうとね、まあ、なんか気になるのはリリアとアンラの好感度って意外と低いんだね。他はなんかすごいことになってるけど。リリア、お前なんかあった？もうおるやん。言ったらおるやんか。ほーら出た。もう言わんこっちゃない。もうおるやん。最強の手、恐怖の死神。もう確かにその存在そのものが恐怖ですよ、私は。まあ、この場合、守りの振りかけを一つだけ使います。リリア・アンラに来てもいいよ。いきます。まあ、これは避けられないんで、ドーン、アンラかー。あーあーってならない。敵討ちもしてくれなかったか。敵討ち待ちだったんだけどな。まあ、僧侶が確定蘇生できるんで、ギガリザレクションで。僧侶さえ生きてれば何度でもなるんですよ、これ自体は。で、行動順的にも自分が先制するんで、アンナの行動も潰してないし。これだけ見た後に、あとはね、頑張っていただきます。
死神なんとか倒して倒してほしいんだけどね。そうしないとずっと恐怖に襲われるからね。まあ君たちはそっちになるんだろうけど。うん、だから魔法は効かないんだよ。1になるんだよ。3だったわ。あんま変わってないけど。あー、そこは攻撃しないとダメなんだよ。んで、君は。君は攻撃しないとダメなの、そこ。エキサイティングなプレイ！これを使う！状態異常防止、ようやくあん、てか前回あんら何もしなかったもんね。さあ、これでもう一回いきます。あー、ダメだったー。あー。よくもそういうこと敵討ちを誘発させるのが死神の一番楽な対処法ではあるかなと。で、ソウルが死んじゃうと何もできなくなっちゃうんで、ソウルだけ守る状態にしておく。また安全地帯に避けておくですね。他のアンラやリリアが敵討ちをする可能性も考えるんだったら、ソウルを下げてもいい。一番の節約は下げることですね。ギザリーダクションでとりあえず回復して、これで元通りです。だからアンラ、そう、これアンラは怒ってる状態なのが、まあよかった。怒ってんならいいか。いいね。死神1体ならいいんだけどね。2体以上になったらマジできつい。2体以上の場合が厳しいよね。8番街のボスをご存知ですか？ 8 番街のボスはですね、こちらです。見たことありませんか？こいつを。そうです。ラスボスですね。なんでだよっていうね。異世界の太陽、しかも画質良くなったな、君。あの時の一番最後のボスがね、こうやって出てくるっていうね。行動パターンもほとんど酷似していて、何が違うのかって言ったら、一番ステータスが大幅に強化されていることと、まあ、あとはあんま変わんないかなと。なんで、HP が半分以下になった時の一番強い HP を1にするっていう波動ビームみたいなのがあるんですけど、あれですね。まあ、難所は。あとは単純にステータス高いんで、クリア後こいつ行ったら、まあ、粉砕されます。まあ、その前に死神に殺されますけどね。じゃあ行きましょうか、異世界の太陽。まあラスボスです。完全にもうラスボス。これがまあ恐怖の塔の最後を占めるボスでもある。さあどんなもん。あ、やっぱ俺でも、え、待って、やっぱチラでもこんだけ食らうんでしょ。相当だぞ。待ちなさい、吸収薬。だからチラでもこんだけ食らうのは相当だよ。ちゃんとドーピングしてる、ドーピングしてる自分で、こんだけ食らうのは相当だわ。だって一番ドーピングしてんだよ。キュア。だから、これドーピングしてないとね、もうきついんじゃないかなって思ってる、正直。このあたりは。とりあえず今回に関してはね、もう、まあ、仲間がやってくれるんで、ソウルに専念するだけでも大丈夫です、こっちは。無理に攻める必要もないし、さっきキュアしてたけど、安全地帯使ってもいいし、マガンギリ。いやー、いいねー。悪夢。あー、寝た。手下を呼んだ。この手下は、まあ、まあ、本来であれば、ストーリー上は、あれですよね。友達の顔。デッサン！ん？あー、シャニング。へー、するんだ。ね。本来では仲間の顔をね、してたところなんですけど、まあ、もちろんそんな仲間取られてもないんで、まあ、メダルにするしかないですわな、そら。メダルとかいうね、なかなか類まれな敵になってますけども。じゃあ私もデッサン、あ、違う、パニシメントじゃない、即死でするわけねえやん。さあこちらも私もデッサン、行くぜ。うーん、シャイニング。いやー、帰るもんね。いいさ、あ、800程度なんだ。 OK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 、 よくやったね。なんとエイペチしに行った。うわ、強っ。チラッ！初めてのスキーコード。身代わり3。任せて！あ、え？ちょっと待って、それは！それ聞いてないやつ。あー！うわー、危ねえ！強っ！てか CC？ こら CC！ ちょっと待って、今 CC コード見ちまったわ。なぜだ？CC さ、そこ回復コードを取らないんだ。それはまあ回復コードを取ったら強すぎるか、君。わかったわかった。ギガキュアオール。三人協力ギガキュアオール。文句全開ですね。よしよしよし。CC それで回復したら確かに強すぎるもんね。確かに。まあできる限り、やっぱ耐久も上がってるんで、こう、スキー行動によるね、火力上昇をしないと全然削れません。まあスキーレベル上げてドーピングもしてしっかり
単純なレベル50だけだとだいぶきついかもね。なんだったらやったことないけど、手下の中、手下ならまあ800弱で調理できるメダル A。 ぬん、あーそれじゃない2段切りは一番中途半端。デッサン、シャイニング好きだね。なんかシーシーさんシャイニングお好きですね。じゃあ安全地帯使って一回安全に、これで自分が行動権をね、回復にできるのはでかいですね。まあ出しときましょう。リリア様には火力を出してほしいからね。リリア様振りかけもあるんで、まあ問題ないでしょう。ビッグウェポンか。MP がどんどん減ってくけど。まあ MP に関しては振りかけ500もあるし、まあ安全地帯下げることで回復もするんで。まあ脅威はね、半分以下ってところですかね。半分以下になるのが一番の脅威。で、メダル A をね、ひたすら呼んでおりますが。悪夢、これを使え、バーチャルマスク。よし、でかいね。科学者はそこにいることがね、お仕事みたいなとこあるからね。今のバーチャルマスクは神。安全地帯にリリア様を下げて MP を回復させます。その間僕は暇なので、異世界の太陽もうすぐ半分だな。半分切ったら本番なんでね、異世界の太陽は。メダルちょっと耐えてんね。花いいね。あ、いい、だいぶ回復したね。優しい、ちょっと待って、え、まさかお前、おお、え、帰るんだ。感謝して帰ったって、そんなことができんの。あ、あ、大丈夫だった、まだそのデッドライン入ってない。もう入るわ、デッドライン。悪夢、どっちの穴だそれ。あー、そっちの穴ね。デッソン、シャイニング来るよ、もうそろそろ次のターンに来るって感じでもういいと思う。HP 見よっか。そうだね、次のターンにもう打ってくると見ていいと思います。なんでこちらの攻撃が完了したら守りの振りかけとかで防げるか。あとはこれ防げるのかな、そういう波動ビームみたいなの、ちょっとしときましょうか。リーダーさんのバリアは貫通されるんだけど、多分一応一人これしとく。あ、アンラは安全地帯避けてるんで絶対食らわないとして、もう来るんでね、あの波動ビーム、あれが1位になるね。あ、そっちじゃない、マジか、まだしなかった、マジか、もうちょっと時間かかるんだ。あー寝たわ。あ、 HP 半分だったらすると思ってたけどね、まだしなかったか、まさか。へー、もうちょっとって感じ。リリア様を下げてある、アンラを回復する必要はある。てかシーシーさんがね、何一つ回復してくれないっていうね。僧侶のくせに何一つ回復しないんだけど、シーシーシャイニングしかやってねえんだけど、気づいたら。気づいたらあいつシャイニングしてんだよ、ずっと。爆発、さあ、まだだね、まだしなかったが 25% ぐらいってことは、うわー強っ。アンラ悪夢、これを使え。いや、科学者が仕事してんね、今回は。シー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 、そろそろね、回復行動を取ってくれていいと思うんだけど。シーシー、シャイニングしかしてないからね、今日。デッサン、ギガキュアオール。よし、それよ。待ってた。シーシー待ってた。ところでシーシーって誰。俺見たことない人なんだよな。調べたらなんか、結構大手で、あんまシーシー、シーシーと軽く扱っちゃいけないっていうのは知ってるけど。シャイニングして、もう来るでしょう、でも。よし、避けよう。誰か一人避けとく意味あるんでね。チラ避けましょう。爆発。あ、まだ呼ばな、まだなんだ。え、どこだ、デッドライン。あれをやって、ねえ、撃った時のデッドラインっていくつかまだ忘れちゃったのか、自分の完全に。わー、ここで手下めっちゃ危ねえ。総力戦で一気に片付けたいとこですね。メダルがいることによって何が問題かっていうと、よっしゃーやるアンラ大回転出た瞬間にね、出落ちさせるのは強すぎるで、今。今のは。騎乗攻撃。いけ、うーん、ちょっと。よいしょ、フレームタワー。
よし、下がろう。もうこれで打たないわけがないんで、このデッドラインで打たないわけがない。さあ打ってこい。来た。さあここからは本番だ。さあ残り HP25% だったか、 50% だと思ってたけどね。ね、ストーリーでも苦しめられた相当の初見越し。ここにメダルがいると都合が悪いですね。 HP1 攻撃の後にメダルがさらに更新するのが一番都合悪い。さあこれどうなの、守りの復元って貫通するのか。あ、貫通しやがる。あ、でもそっか、その次は大丈夫なのか。守りの振りかけも貫通で安全地帯に下げるしか逃げ道なかったのか今の。アンラは休め、その次自分がギアが多いです。デストン、ギガキュアオール。やった、やるねー CC。 CC の神行動に救われたわ。これがね、5人目を入れることによる最大の利点ですよ。まあ多分システムの穴感もあるけど、でも 3DS 版であったんで、これ直してないってことはそういうことなんでしょう。うん、有用に使っていきます。さあアンラが騎乗していく。もうあと 25% だからね、ご利用してった方が早いよ。ミートピアの基本戦法をね、やられる前にやるですよ。長期戦が逆に不利になるっていうタイプのゲームなんで、ミートピア敵の HP はそんな高く設定されてないんでね、ガンガン行った方がいいよ。わっ、あーやっぱそれ打つか。よし、これ食らった後に、もうアーナーだ、あ、アーナーでも回復した方がいいか、君は一回。CC、通常攻撃。CC、通常攻撃です。なるほど。いや、これね、行った方がいいわ。これ行った方がいい。これは削れる。非常攻撃して、リリア様頼む、メガホン。いや、やったそれでいい。いやー、やっぱこれすげえつらい。これは連戦なんだろう、でも大変なんだよな。さあ残すはこの恐怖の塔、言ってしまえばね、一番、まあこれは結構過去の動画も言ったんですけど、1番階から8番階のボスの連戦で、振りかけとか道具がね、そのままずっと続行するっていう8連戦っていう、まあ完全ボスラッシュというか、まあエンドコンテンツというかみたいな。一応過去に 3DS 版でクリアしてはしてるんで、まあ、今回は何がきついかというと、バナナと MP 飴を僕がほとんど使ってないってことなんですよね。つまりその道具が結構ゴミとかしている、ほぼほぼ縛りみたいになってる。回復量まで縛っちゃったみたいな。まあ恐怖の塔に関しては動画にするにはちょっと厳しいんだよなっていう部分はあるんだけどな。まあ何かしらでね、攻略はしていきたいと思います。じゃあ今回はこれぐらいで終わろうかな。あ、CC ありがとう。